ボリス・ゼーザル・ビルヘルム・ハーゲリンは、スウェーデンの実業家で暗号機の発明家である。ハーゲリンの M-209 暗号機、ボリス・ハーゲリンは、スウェーデン人の両親の下に、コーカサスで生まれた。彼は、ルンドスベルグスボーリングスクールに入学し、後に、ストックホルムのスウェーデン王立工科大学で、機械工学を学び1914年に卒業した。ハーゲリンは、 スウェーデンと米国で働きながら工学技術を習得した。ボリスの父カールビルヘルム・ハーゲリンは、バクーでノーベル兄弟社に勤務していたが、一家はロシア革命の後でスウェーデンに戻った。カールビルヘルムは、アルビット・ゲルハルドダムが1919 19年に取った特許を使用して製造されるワイヤーローター式暗号機を販売するために、 設立されたダムのクリプトグラフ株式会社の出資者であった。ボリス・ハーゲリンは社内で家族の出資の代表者に任命されていた。1925年にハーゲリンは会社を買い取り、後の1932年にクリプトテクニック株式会社に改祖した。彼の暗号機はアルトゥール・シェルビウスのエニグマの競合機であったが、エニグマよりもかなりよく売れた。 第二次世界大戦が始まった時ハーゲリンはスウェーデンからスイスへ移りそこで会社を再度設立したこの暗号機は小型で廉価かつ適度な秘匿性を持っておりハーゲリンはアメリカ軍がこれを採用することを確信していたこれは何万台も生産されその結果としてハーゲリンは財を成した歴史家のデビッド・カーンはハーゲリンが不豪になった 唯一の暗号機製造者であると語った。ベント・ベックマン、コド・ブレイカーズ、アーン・バーリング・ザ・スウェディッシュ・クリプト、プログラム・デューリング・ワールド・ウォー・ツー、トラレイティド・バイ・キュール、オーベ・ウィッドマン、プロビデンス、RI、アメリカン・マセマティカル・ソサイティー、C2002。ありがとうございます。